さあこんにちは、永山雅史です。今日も、ジュビロ磐田のクラブハウス、一部屋貸し切った中で僕一人でお届けすることになってますということなんで、またマスクを外させてもらいます。どうも永山雅史です。まあマスクを取ったこの顔、皆さん喜んでいただけますか。ありがとうございます。今日は、まあジュビロ磐田が持っている J リーグ記録ですね。開幕から8連勝、2001年の記録なんですけれども、その当時のことを、まあ、潤覚えながら皆さんにお話しできればいいなと思っております。まあ、それぞれがそれぞれに要求は出してましたね。だからサボらない、サボらせないっていうものがチームの中ではしっかりと浸透してたかなとは思いますね。でお互いにお互いを刺激し合う、お互いがお互いを厳しく見つめ合ってた部分がやはりチームを成長させてくれただろうし、個人を成長させてくれたのかなと思いますね。2000年初めスキー監督が来て、途中で、解任されて、代わって監督に就いたのが鈴木さん。まあ、今現ジュビロの監督である鈴木さんだったんですよね。鈴木さんが2001年もそのまま監督するということになってたんですけれども、その2001年には世界クラブ選手権が行われるということで、そこに合わせた戦い方も構築していかなければいけないという状況だったんですね。世界の強豪レアル・マドリードと戦うことにはなっていたんで、そことどういう戦いをするのか、どういうところで勝機を見つけて攻めていくのかっていうことを考えながら、始まったシーズンだったかなとは思いますね。でまあ2000年に当然タイトルも取れませんでしたから、なんとかタイトルを取り戻したい、ということで国内のリーグにもこう力を注ぐという、その2段構えのシーズンスタートだったような気がしますね。はい。1999年のファーストステージが終わったところで、ナナミが、イタリアに移籍し、イタリアのベネチアに移籍したんですよね。で、帰ってきたのが2000年の途中ですね。そこからじゃあ2001年どうやって戦っていこうかっていうところの時に、鈴木さんが、提唱したのがナナミを中盤の真ん中に置いて、ディフェンシブに2人の中盤で、オフェンシブに2人の中盤、そしてその前に2トップ、その下に3バックを敷いて戦おうという、多分これサッカーマガジンが命名したとは思うんですけれども、 N ボックスですね。 N ボックスというもので戦おうということがそこで発案され、それを、グラウンドの上で表現していこうということになったんですね。まあ、N ボックスの N は七海の N ですからね、中山の N かなって僕自身も勘違いした部分はあるんですけど、七海の N だったんですけれども、それで戦ったのが8節までなんですよね。9節目からは七海欠場しましたし、そういった意味で本当に純粋の N ボックスっていうのはそこまでだったんで、非常に、希少価値のあるシステムだったかなとは思いますね。まあ、2月のキャンプの時に、まあ、そこに関わる人間が集められて監督とミーティングしたんですけれども、なかなかこれ難しいんじゃないかなっていうようなことをずっと議論してたんですよね。一人一人の走る距離は短くなっている、でもそこのスライドを速くする、そこの気づきを速くする、カバーリングを速くする、そういうことをしなければそれは成り立たないっていうこともいろいろそこで話はしてたんですけども、これ無理なんじゃないのっていうような話だけでそういう状態だったんですね。ただ世界と戦う上で何らかの新しいもの、自分たちで構築したもので挑まないと今までのものではなかなか太刀打ちできないだろうという思いもあったんで、まあ、とにかくトライしてみようよっていう感じで始めたものがこれだったんですね。だからミーティングももうね、とにかくなんかそこまでまとまりそうもなかったんですよね。で僕自身はね、そこまで記憶にはないんですけれども、以前鈴木監督と話した時に、
あの時ゴンがじゃあとにかくやってみようよっていう一言であのミーティング終わったんだよっていうことを聞いて、ああ俺もいいこと言うじゃんって思いました。はい、ナイスナイス中山。うん、キャンプ中、練習試合宮崎でガンバとやったような気がするんですけれども、その時に 3-0 か 3-1 かなんかで勝ったんですけれども、僕自身はまあそんなに手応えはなかったんですよね。まあ点は取ってるけれども、偶然点取れたんじゃないのかなとかね、走る距離がなんかとてつもなく短くなるって言われたんだけど、すごく多く感じたんですよね。あの前線にも顔飛び出さなければいけない、横にも顔出さなければいけない、で後ろのサポートもしなければいけない、四方八方にこう走らなければいけないっていう、体力的にこれ持つのかなっていうところが非常に気になってて、で、まあ、やってはいながらも、あこれやれてんのかな、ちょっと自分でサボってんのかなと思ったり、いろんなことがあったんですよね。監督の説明だと、その従来やってたそのフォーメーションよりも一人一人が走る距離は短いっていうことを言われたんですよね。でいろいろ僕もそのフォーメーションを見ながら、どこが短くなってんのかなと思いながらやりだして、でもすごい疲れたんですよね、従来やってるものよりも。だからどこが短くなってどうすれば楽になるんだろうっていうところはね、非常に最初の頃ね、分からなかったです。で今もね、今一つそのこう話してて、えこれ楽なのかなって思うところがあるんでね、今度鈴木監督に聞きたいと思います。うん、僕自身はそれを聞くというよりも、とにかく自分のやることがいっぱいあるな、自分が走ることがいっぱいあるなっていう思いの中で、その NBOX の中に身を置いてました。だから、ダメなやつかもしれない。そう思います。ごめんなさい。結構監督は選手の自主性を求めるんですよね。だからこういう形じゃなきゃいけないよっていうことはあまり言わないんですよ。状況を見た上で判断してプレーに生かしなさいっていう監督なんですよね。そっちの方が難しいかもしれないですね。もう決めつけられたものをやる方がまだ楽かもしれないです。選手は楽しさもあり難しさも感じてると思いますね。まあ去年の途中から鈴木監督になってるんで、元からいた選手はそういうこともだいぶ慣れてきてはいるとは思うんですけれども、新しく入ってきた選手であったり、そういう選手はちょっとそこに迷いを感じてるのかもしれないんですけれども、それをすることがやはり選手一人一人の能力を高めることにつながると思いますね。いろんな状況の中から、自分が判断して、選択をしていく、プレーの選択をしていくってことになりますから、今のこのチームの雰囲気はとにかく勝つために何が必要なのかっていうことをそれぞれが考えながら行動してますし、プレーしてますから、それがうまい具合にこう合わさればいい成果が得られるんじゃないかなっていう気持ちではいますけどね。今回は2001年の NBOX についてね、ちょっとお話ししましたけれども、もう開幕間近ですからね、今季のジュビロ磐田も皆さんにワクワクした戦いをお届けしたいと思います。皆さんワクワクをしてください。ドキドキもしてください。ゾクゾクもしてください。そして勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。